なんかね、ミスリードっていうのかな、読み方の癖があって、ほうほう、常に拡大解釈してしまう人とか、情報の見落としをする人とか、分かりやすいところだけ注目して、で、まあ、全体像の頭の中で作っちゃうんだよね、感じました。じゃあ、おすすめの問題集とかあるんですか？はい、共通テストですか、うん、どういう風に勉強していったらいいとかあります？そうだよ、始まりました。モンテツチャンネルです。今回はですね、再び、ソー先生においでいただきました。よろしくお願いします。ね、うちのチャンネル、そうですね、一応、イングリッシュチャンネルなんですが、まあ、いろんな受験生とかね、勉強してる人に役立つようにっていう感じなんで、はい、今回はですね、現代文の勉強法を聞いてみようたいと思いますね。はい。いいんですか？喋っちゃって。そうですね、ここで全部話していいのかな書いてあることは。それ、ずいぶん前にそういうこともありましたね。はい、まあ、国語の勉強ってでもやっぱり語学で共通点があるんじゃないかな。そうなんですか。結構やっぱ現代文の勉強って分かんないって人が多くてですね、吉野先生も社説なんか書いてたんでしょ、ずっと書いてるとか言ってて、現代文ってどうやってやったらいいのって思ってる人結構いるんですよ。あ、そうだね。まあでも現代文の力っていうのは、その日常生活の中で使うさまざまな言語体験が総括されて、その人間の言語能力の基礎的なポテンシャルを作ってるんで、受験勉強だけで上がるとか、まあ、なんかここだけチェックしたら答えが出るとか、まあ、そういうのは本当は前唾だよね。なるほど、うん、昔のね、うん、講師によく言ったよ。そうだね。なんか線を引けば答えが出るとかね、あ、まあ、2行前に答えがあるとか。そう、まあ、本当なのかと言いたいところがありますよね。もう、うん、出ちゃいますね、この。あ、ちょっとなんか出ちゃった。名前出します？いや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 、誰かちょっと記憶がね、最近ちょっと物覚えが。じゃあ具体的にこれから現代文やる人って何やったらいいですか？ああ、そうだね。解説が詳しい問題集、まあやっぱりこう実践問題を解いて、はいはい、その中で自分の失敗の仕方かなんかを丁寧に今検証すると、うんうん、なんかね、ミスリードっていうのかな、読み方の癖があって、うん、常に拡大解釈してしまう人とか、うん、情報の見落としをする人とか、これって一人一人違 う, こう筋肉のつき方みたいな癖があったり、自分の癖をまず掴むってことがとても大切だと思いますね。え、じゃあおすすめの問題集とかあるんですか？そうだね。いや、問題集いっぱいあ、これ言っていいの？あ、もう全然そうです。あ、よく作られていい本だなと思うのは、河合出版の、はい、入試現代文へのアクセスっていうのがあるんですよ。あ、はいはいはい。これも参考書であり同時に問題集でもある本なんだけど、これなんかはね、やっぱり一冊丁寧にやり込むとある程度偏差値は安定すると思います。そうですね、武田塾のルートにも入ってますよね。あ、本当に、はい、これいい本ですね。お、すごい、総さんのお墨付きなんて、これは間違いないと思います。これは大きいですね、はい、いや、おすすめの。なんかよく生徒にもどんな本がありますかって聞かれて、はい、まあ、いつもそれ答えるんだよね、うんうん、本当は自分の書いた本を紹介したいんですけど、はい、なんか本屋さんに最近ないみたいで。え、そうなんですか。うん、どうしたんだろう。え、どこ出版ですか。え、学研から出たと思うんだけど、はいはいはい、なんか本屋さんから全部はけちゃってるの。ちょっと学研に電話して聞いてみましょう。そうですね。ここはもう有意識自体が起こってるみたいですけど。まあでも本当に河合出版の本はよくできてる本も多い、はい、その中でも特にまあ国語だったら入試現代文へのアクセス、なるほど、あと記述問題だったら上級現代文っていう、これも、ね、はいはい、いい本です。なるほど、それがおすすめという感じですね。おすすめです。現代文の力上げる、普段から読んどいた方がいいとかあるんですか？まあそうだね、やっぱ現代文っていうのはやっぱ相当難しい文章を読まされるんで、はい、まあ楽しい本を読んじゃ勉強にならないという指導が結構ね多いんですよ。もうほうほう。でも実はそうじゃなくて、ほうほう、まあ、座って落ち着いてページをくる、まあ、活字の世界の中に入るっていう作業と、うん、なんか難しい本じゃないとダメってことはなくてね。おお、なるほど、うん、そういうのはね習慣にした方がいいんで、まあ、どっちかっていうと楽しめた方が継続しますよね、うんうんうん、だから楽しい読書なんかをやってくれるといい勉強になるんじゃないかなと思いますね。なるほど。ああ、じゃあこれは確かにね、語学の勉強と共通してる部分ですね。あ、うん、結構そう、僕このチャンネルでも何回も言ってるんですけど、はい、勘違いしてる人が多くてですね、うん、僕英語じゃないですか、はい、総計とかの英文っていうのは内容がすごく難しくて、あ、まるで現代文を英訳したかのようだとかって思って勘違いしている人がめちゃくちゃ多いんですよ、うんうんうん、全然違いますよ、うん、全然違うね。現代文の方がはるかに難しい、はるかに難しい。
もう抽象的だしね、読み慣れてないとね、多分一読して気絶する危険性がありますよね。それぐらい、あんまり楽しい文章だと、はい、みんな夢中になって読むでしょう、はい、でも夢中になって読むってことはそれだけ集中力もアップして、読み取りも深いんだよね、記憶もしっかり残る、だから問題も解けていくんだけど、そうするとやっぱり試験問題としての難易度が確保できないので、はいはい、読んでそう楽しい気持ちになれないような文章、現代文って基本的にそういう文章が出るんですよ。そうなんですよ。これはね、トレーニングが必要。本当、僕だから河合塾で、隣に現代文の先生がいて、で質問を受けてたんですけど、その生徒が質問してる時にめちゃめちゃすごいなって思いました。もんこんな内容が聞かれてて、ここはこういう意味がこうしてこう書いたんですけどどうなんですか、いやそれは違ってここはこうだからこうなんだよっていうのの説明の高尚さがもう、こんな内容なのみたいな。そうなんですよ。いや俺そんな難しい話してないんだけどね。いややっぱりこうなんかすごい抽象的、やっぱ哲学的な話とか、そうですね、こうしてて、はーみたいな、一生時間をこう捉えとか、へえそんな話してるの、死とはなんとかとか、結構うわやっぱすごいな現代文って思って、そうだね確かに。はい、共通テストはですか今度。共通テストは、記述は配信になりましたけど、なりましたね。いや配信になる前に僕講演会というか共通テスト用の対策講演会みたいなのをちょっとやったんですけど、その時は記述問題中心にこうやって解けって話をね語りまくったんだよね。その後配信になってこれ大丈夫かっていう。確かにそうなんですよ。そう、ね、ただ共通テスト記述問題が廃止になったって言ってもセンター試験に戻るわけではなくて、はい、やっぱ出題形式はちょっと違うんで。どんな感じで違うんですか。情報をね、正しくピックアップする能力っていうのかな、スキャニングみたいな感じで。それに近い、それに近い。だから文章読解ってのは本来情報を集めることそのものではなくて、その奥に隠された筆者の意図みたいなところまでこう手を伸ばしていくんだよね。特に文学性の高い文章っていうのは目の前に書いてある情報は常にこう不足してるんだけど、語られない言葉まで迫っていくというか。わでもね、共通テストはそうではなくて、例えば写真だとか図表だとか、あるいは文章だとか、こういろんな形で散らばってる情報を全部過不足なく書き集めていく能力、だからネット社会になってくるんで、情報検索していく能力というに近いんじゃないかなって感じがしますね。どうですか、そういう現代文講師たちそれに対応していくんですかね、はい、いやもちろん必要があればそれに対応していくっていうのがプロの仕事だと思いますけど、どういうふうに勉強していったらいいとかあります、学生たちは。ああそうです、共通テスト対策として、ね、ああそうだね、そこはどうしたらいいんでしょうね。やっぱりそこはやっぱりこう経験を積んでいくというか、何度もトライアンドエラーを繰り返す中で情報の見落としのない取り方というかな、それやっていくべきだと思うんだけど、なんかねどんなことでもそうなんだけど、ケアレスミスの多い人っているでしょ。ああそうですね、はい、僕もそうですけど、いやいやいや僕もそうなんだけど、なんか一つ文章を見せても、どっかこう道歩いてて、さっきの店だけどさって言っても見てないやつっているでしょ。あ、はいはい、これ要はねそこをちゃんと見るというか。なるほど、うん、そうですね、僕の動画もそうですね、やっぱりこのコメントいっぱい来るんですけど、はい、見てないなっていうコメントばっかりですもんやっぱり。あそうだよね、ここ見てりゃ分かるじゃんっていうのがやっぱ断片的にみんな見ちゃうんだなっていう。そうだね、自分の都合のいいというかやっぱり分かりやすいところだけ注目して、全体像の頭の中作ったんだよね、こういう話だって。でも本当はその見落としてる行間だとか単語に実はいろんな鍵があって、特に現代文そういう見落としがあるかどうかをチェックしてくる教科だから、丁寧に読むという、これもね習慣ですね。おお、丁寧に。あれなんか CM で言ってなかったでしたっけ、言ったかな。丁寧に読む。忘れちゃいました、ね。これは良かったんじゃないですか、相当みんな。もうこれもう総先生。いや嬉しいです。株爆上がりですよこれは。あ本当に、いやちょっといいとこ見ちゃった。もう検索みんな今日検索ワード。あったと思う。総刑事あの帽子とかなんか。そうそうそう。本当は恥ずかしい。大丈夫かな。大丈夫かな。
結構でも来やすいですよ、コメントに。あれどこで買うんだみたいな、この服どこで売ってんだみたいなのとか来ると思います。